7日、イスラエルとパレスチナ自治区ガザを実効支配するハマスとの間で異例の事態が発生しました。ハマスの戦闘員がイスラエル領内へ越境襲撃を実施し、これに伴い緊張が一層高まっています。それによれば、ハマス戦闘員の越境とイスラエル側の地上作戦に踏み切る動きは、双方の憎悪と緊張が新たな犠牲者を生む可能性があります。7日早朝、ユダヤ教の祭りスコットに続く安息日に、イスラエル各地で空襲警報のサイレンが鳴りました。エルサレムでも警報が数度鳴り響き、市民は動揺を隠せませんでした。ロケット弾の迎撃とともに大きな爆発音が聞こえ、白い煙が空に広がりました。エルサレム中心部では市民が防空壕に避難、一部ではこれから大きな戦争が始まるとの声も聞こえました。これまでの交流戦では、ハマのロケット弾攻撃に対してイスラエルが空爆で対応してきましたが、今回ハマスは地上襲撃もハマスによると、多数のイスラエル兵士と市民が連行されており、イスラエル側も衝撃を受けています。今後の動向が注目されます。イスラエルとハマス間の緊張が高まる中、国際社会から様々な反応が集まっています。サウジアラビア、エジプト、トルコの3カ国は7日、イスラエルとハマスの双方に対する制裁を求める勧告を出しました。を考えることを考えています。アメリカ合衆国のバイデン大統領は、ハマの攻撃を強く非難し、イスラエルの安全保障に対する支持は揺るぎないと勧告する。政府はイスラエルをサポートし、必要な支援を提供する用意があると伝えられています。ヨーロッパ諸国の動向に注目しています。英国、ドイツ、フランスの判断は、ハマの行動を非難し、平和的な解決を求める声を上げています。イランの最高指導者アリ、ハメネイ氏の顧問は、パレスチナの戦士を祝福すると、ハマスを明確に示しています。これらの反応は、国際社会がイスラエルとハマナスの緊張関係を深く考察していることを示しています。各国は自国の立場や地域における利害関係に基づいて反応しており、今後の展開に注目が集まっています。イスラエルとハマス間での緊張が高まる中、米国政府はその立場と関与を明確にしています。7日、ジョー・オバマアメリカ大統領は小児ハマスによる攻撃を強く批判した。大統領はイスラエルの安全保障に対する支持は揺るぎないと強調し、アメリカの伝統的なイスラエル支持の立場を再確認したことに伴い、イスラエルに対する支援の用意があることを伝えています。民主党大統領はイスラエルのベンヤミン・ネタニヤフと電話で直接会話を持ち、アメリカの支持を表明しました。また必要に応じて認識支援を提供することも確認しました。これはイスラエルとハマ間の紛争がエスカレートする中で、アメリカがイスラエルをサポートし続けることを意味しています。米国の関与は紛争の解決に向けた外交努力にも影響を与えるでしょう。民主党政権は地域の平和と安定を促進し、両国の対話と交渉を支持しているが、緩和するまでそのプロセスがどのように進展するかは未知数です。アメリカの立場は国際社会での対応においても重要な役割を果たしており、その動向には今後も注目が集まります。ガザ地区は2007年からハマスによる実効支配下にあり、その政治と経済の状況は非常に厳しいものとなっている。イスラエルによる壁やフェンスで囲まれたガザは、国際社会との接触が限界である。未定率と見通し率がございます。ハマの支配以来、イスラエルとの関係は緊張をはらんでおり、これが住民の生活に影を落としています。一部の報道では、庶民の不満を晴らすためにハマスが今回のような軍事行動に出たとの分析もあります。2008年も2021年もガザからのロケット弾攻撃を受けたイスラエル軍は大規模な空爆を実施しました。これによりガザ地区でも多数の死傷者が出ており、双方にとって大きな犠牲と破壊をもたらしています。現状ではイスラエル軍がガザへの地上攻撃を計画しているとの観測があり、この紛争がさらに長期化する可能性も指摘されています。ガザの住民はすでに厳しい生活状況にあり、これ以上の戦闘は今後にとって苦境を意味します。この状況を理解するためには、ガザ地区の現状と過去の背景、そしてイスラエルとハマの複雑な関係を考慮に入れる必要があります。今後の動きに注目しています。